はい、どうも皆さんこんばんは、リーベです。マリオメーカー2ストーリーモードシャープに続きやっていきましょう。早速新しいお願いを叶えていきましょう。さあマリオさん、お願いを叶えてくださいの前に、ん、受付キノピオ受付キノピオのワンポイントアドバイスその2、何かが完成したら親方に話してみてください。新しい建物が、なるほどね。まあ何か完成したら親方に話せということですね。で、砂漠の太陽あっちこっち、456、じゃあ今日は456やっていきますか。今日の砂漠の天気は晴れ、暑すぎて太陽が襲ってくるでしょう。太陽が襲ってくるなんて素敵だと思いませんか。プロペラキノコを取ったら R で高く伸び、ああそういうことね。いやー、まあどのコースも楽しそうなんですが、砂漠の太陽あっちこっち、お天気お姉さんお願いします。さあ任天堂公式、あ、何この太陽、こんな太陽いるの。これってあれか、昔の太陽を今風にしたらこんな変になってんの。確かに今太陽っていないもんな。R で飛んでみてくださいということなんですが、まあちょっと飛ぶのは今やめといて、てか昔の太陽の方が早いよね多分。このクリボ邪魔。 OK で、こういうこと、ああそういうことね。これで、わあなんか面白いけど早いとこクリアしたいんで、うわあマジか。うわ、プロペラゲットしたかった、さっき。てか食らっちゃったらダメじゃん。あ、でコイン大事なんだよな。あーこれ面白いな、このコース。でこうね、はい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 、コイン大事に取っていきたいところ。あー、うまい、なるほど。いや、いいコースだった。はい、短いから楽しめるねこれは。でしっかりワンクリア、一回も死なずにクリアできてるので、この難易度は嬉しい、優しい難易度ですね。コースコイン79、俺150、はい、500、600。どうしようかな。じゃあまあ一気にやっちゃうか。今のお願いはこんな感じです。じゃあ5番、行ったり来たりお化け屋敷行きましょう。ああ読むの忘れた、説明。まあいいや、行ったり来たりお化け屋敷、スーパーマリオワールドですね。歌って踊れる1号さん、よろしくお願いします。と言っても、まあ任天堂公式なんですが、公式だよねおそらく。ん、これはなんか奥から行った方がいいっぽい気がする。で下の扉に入るのが目標じゃない多分。はい、あーこいつのギミックとかも覚えといた方がいいな。あーテレサは倒せないで、ヨッシー、ヨッシーは、食べれて、ここも大丈夫。うーわ無理やり行った感じ。ちょっと待って、オッケー、危ねえ。卵、またヨッシー生まれたんだけど、どういうことだ。まあ、とりあえずこいつら食べちゃって、でヨッシーが2体もいるな。ん、ちょっと一回戻ってみようか。コインはゲットできたけどこの下に行けない。まあこっち入ってみるか。こっちに入ったら何か大きい、あ、Pスイッチがあるな。で、あのブロックは何で壊せる？キノコ。キノコじゃ壊せないな。あ、で、くるくるだよね、これ。くるくるで壊せる。これは多分壊せないもんね。じゃあどういうことだ？あー、やっちゃった。これはやっちゃったかな。あっち行って、あの P スイッチを押すにはどうしたらいいんだ？
それを考えよう。公式だから絶対何かヒントがあるはずなんだよ。ヨッシーが2体いるのがすごい気になるな。どういうことだろう。とりあえずもう一回こう、あ、わかった。あ、わかった。これわかりました。まずヨッシーで、ちょっとテレサこっちに来てくれ。テレサにこっち来てもらってで、ジャンプ。で、食べちゃって、で、これで、こいつで上行くんだ。はい。なるほど。で、こいつで上行って、ここに入り、で、ベロンで食べる。だ、飲み込もうとしちゃった。で、食べて、吐き出して、踏んでいきます。これでクリアでしょう。あ、中間？まだあるの？じゃあ、入って、さあ、どうなる？このコインで行くのか。で、これはなんだ？ここは何ですか？なになに、振り出し？あ、そういうこと。振り出しがあるよってこと。なんだ、今の。てか、30コインが欲しかった。おお、なるほど。これでまず10コインゲットだね。あ。で、あれか。これいける？あー、なるほど。これでリセットすると、P スイッチが戻ってるよっていうことだよね。やっぱそうだよね。いやー、考えたね、これ。考えたねって公式に言ってもあれだけど。さすがなコース。まあ、ここまでにして。で、右も左も、こっちに、P スイッチがあるけど、ここは？あー、戻ってきちゃった。でも、ここまではいける。で、あそこの P を踏めば、踏めばってか押せばいいから、まだ、なんだ今の音。とりあえず上に行きましょうか。30コインが、あ、ここだ。ああ今んとこだ。っていうか、ヨッシーいらないんじゃない説ね。ヨッシーもういらないでしょ。うわ、マジか。お前。うわ、やられた。そこにある、何、足場あったの。うわ、マジか。ヨッシー置いてきます。ヨッシー置いてった方が身が楽だな。まあ、一回ダメージ食らえないけど、上に行って、ここに行って、走って、P スイッチ入る。あれ？え？あ、びっくりした。ん？こういうことね。あー、びっくりした。詰んだかと思ったやん。さあ、入って、これクリアでしょ。戻って、あれ？ん？あ、右が空いてるか。ああ、クリアだ。まあ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 、謎解きコースで面白かったですよ。ヨッシー2体いるのちょっと謎だったけど。さあ、240コインゲッツ。さあ、コインが溜まっていきますが、6個目。地下室でコインを集めて。行きましょう。難しさ3。ちょっとばかり私の道楽に付き合ってもらえない？地下室にコインをばらまいたんですけど、誰も取れないの。あなたはこの部屋のコインをすべて取れるかしらと気まぐれな金持ち。行きましょう。取ってやるよ。地下室でコインを集めて、マリオ5機。コインをすべて取ってからゴール行きましょう。さあ、いい BGM が鳴っている中、マリオ 3D ワールドですね。スター。
まあ初めにどっか入って一気に取りましょう。あ、なんかこれあれやな。あ、これあれやな。危ない危ない。マリオ、マリオブラザーズ、マリオブラザーズみたいで面白いなこれ。で、右に入ります。おお、なるほどね。これ危ないか。危ない危ない危ない。一回戻って、あー、こういうのが作れるんだね。マリオブラザーズじゃね、完全に。これは面白いですね。さあ、コイン今16枚。そしてここに入って最後上にしようか。あ、クリボーさんね。クリボーさんならそんなに、そんなに難しくはないはずだが、追う形でこっち入って、はい、取って、さあこれであと一番上だけ7枚あと、これでいいんじゃないの。1 2 3 4。どこ来る。いやー、こいつ邪魔だなマジで。よし、取った。逃げよう。もう逃げればいい。戦わずして逃げる。ゴールへ行きましょう。はい。あー、10コインギリギリ。オッケー。いや、これもなかなか面白いコースだね。さすがマリオブラザーズで。さあ、240コインゲット。これで一気にいろいろ建てれそうだけど、作れるものがあります。今はこんな感じです。じゃあ西と東作る。まず本館作るか。まず本館、工事スタート。600コインを使いまして、あ、本館がこんな感じになったよってことね。本館の1階工事始まりました。担当は赤キノピをよろしく。さあ、お願いを叶えて工事を進めてくれと。じゃあ東から行きますか。これで残りも99コインなんで、またお願いを叶えていくというところですね。まあ普通に面白いね、このストーリーモード。やっぱり東館1階の工事始まりました。担当は青木のピオ。お願いの方どんどん叶えて工事を進めましょう。せかすんじゃないよ。そして新しいお願い6件来てるね。はい、そんなわけで今回は、ね、短めですがここまでにしたいと思います。ストーリーモード、何パーだ今。3パーですけど、受付キノピオワンポイントアドバイス、また見れる。お、お願いリストはね。はい。そういうことですね。うわ、めっちゃ来たし。じゃあ次回これをまたやっていこうと思います。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。